ては次の議題ということで、大事なことで、金沢大学に来ていただきました佐藤先生にお話しいただきたいと思います。はい、ちょっと資料がありますので、お配りしますのでよろしくお願いします。はい、おはようございます。金沢大学の佐藤と申します、よろしくお願いします。それで、最初の私の話はあんまりバイオ生命情報っぽくない、若干タイトル違うかもしれません、すみません、生命情報っぽくないところもありますが、まあある意味では、情報系の、話として聞いていただけるかなと思います。で、要するに言葉の意味というのを推測するというようなことを、ちょっとだけやってますので、そのお話を、したいと思います。それで、意味の推定というのは簡単にできればあんまり苦労しないわけですけども、その前にですね、意味の分類というのをやってて、その話からちょっと、させていただきたいかなと思います。で、このバイオの分野というのは、いろいろその、類似の文書の、検索をしたりとかというのがいろいろありますので、また生物医学の文献だと、その新しい言葉というのが毎回出てきてですね、これは一体何の言葉というのがよくあるわけなんですけども、そんな感じで、生物学医学関連というのは意外と、言葉の情報に対する需要が高いというような、分野だと思います。で、説明省きますけども、オントロジーの利用とかですね、そういったことも非常によく行われているわけです。で、若干ぶっちゃけた話になりますけども、NLP 自然言語処理っていうコンピューターの分野で、単語の意味っていうのをどう扱うかっていうのが、大きく分けると2つに分けられるんじゃないかなと、アプローチの仕方が分けられるんじゃないかなと思います。で、片方のアプローチっていうのは、人力で作った辞書とかですね、思想ラスとかオントロジーとかっていうのを、できる限り利用しようと、そういうのを使って、インテリジェントなテキストの処理を実現しようというのがあったりするわけなんですけども、いかんせん量が少なかったりするので、ちょっと限界があるところも、なくはないと。で、一方の反対側のアプローチとして、そのコンピューターのプログラムは基本的に単語の意味は扱わないと。例えばその文章として単語が1,2,3,4,5というふうに出てきても、それが文章を成しているというふうには扱わずに、単に単語の列が出てきましたよと、なんとかっていう単語の次になんとかっていう単語が来ますよぐらいしか扱わないというようなことはあるんですけれども、この方法非常にうまくいくんですが、ある程度のところまでいくとですね、だんだん精度が頭打ちになってくるんですね。つまり、そこから先は多分意味を使わないと、精度が上がらない領域というのが個人的には多分あるんじゃないかなと思ってます。というわけで、その折衷というわけじゃないんですけども、大規模なリソースというのを全自動半自動で作れれば、いろいろ使い道がありそうかなというふうに思って、で、こういうことをしています。で、何をするかというとですね、ある単語がどういう意味を持つかというのを、まずはその大量 の、インターネット上にウェブの情報とかありますけど、大量のテキスト情報から、引っ張り出したいと。で、テクニカルな細かいことは省略して、まずは単語ベースで、アップルっていう単語はどういう意味とかですね、エクスプレッションという単語はどういう意味というのを、引っ張り出したいと。で、動詞が本当は大事なんですけども、これ今やってるところなんですけども、まずはその形容詞と名詞の主張関係というのに、注目してやってます。で、どの程度うまくいきそうかを見るために意味の分類というのをやってみると、見てるところで、関連した研究はいくつかあるんですけども、あんまり大規模にはやってない感じです。で、形容詞と名詞の修飾とその単語の意味っていうのはどうなってるかっていう、やっとその話なんですけども、例えばこれですとですね、例えばストラクチュラルジーンとか、バイラルジーンとかですね、リプレッサージーンっていう言葉が、いっぱいあちこちにあると。
ということですと、その人員っていう名詞の単語は、構造に関係してないとストラクチュラル人員っていうのは作れないんですね、言葉として。で、ウイルスに関係してるからバイラル人員っていう、言葉が成立するわけで、どんな形容詞と接続するかによって名詞の意味っていうのがある程度なんとなく規定されるんだなというのは、皆さん分かるんじゃないかと思います。あのレッドアップルって言ったら、まあ、あのアップルっていうものが赤いという属性を用いるのでレッドアップルっていうのが可能なわけですね。でこれ逆も言えまして、あの例えばカルチャードっていう形容詞に着目するとその後ろにくっつくのはセルですとかマウスですとかあのニューロンですとかいろいろつくんですけど、あのまあ、生き物関係になってくるわけですね。だから、カルチャードっていう形容詞は細胞の何かの性質に関係してる、マウスの何かの性質に関係してる、イカドンドンというふうになるわけです。ってことで、まあ、非常に簡単に言うと意味的に近い単語っていうのはあの似たような相手を就職してるんじゃないか、逆に似たような相手に就職されてるんじゃないか、どういう形容詞の就職を受けてるかっていう一覧があると、それが似てる名詞同士っていうのは結構意味が近いんじゃないかっていうのが大元にあります。で、細かいところはもうあの省略していきたいかなと思うんですけども、あのまあ、こういうことを見るのに、例えばそのメドライとかパブメドとかの、文献アブストラクトを大量にコンピューターで処理して。形容詞名詞っていう順番で出てきてるやつをガーッとこうたくさん集めまして、そうすると、なんとかっていう形容詞がなんとかっていう名詞を就職している回数が何回とかですね、そういうあの頻度マトリックスが頻度ベクトルの集合ができるわけです。でそれをガーッと作りまして、まああのよくあるあの、まあ、こうなるとあの文献類似文書のクラスタリングと同じ仕掛けになってくるんですけども、TF-IDF かなんかで、重みをつけてやってやると。であんまりでかいとちょっとクラスタリングできないので、頻度の高い上位1000語だけ今日は使ってると思ってください。でまあ非常にあのトラディショナルなというかあの昔からあるあの、階層型のクラスタリングというのをやってみました。でどういうパラメータを選ぶかっていうのはいろいろあの知ってる人はご存知かと思いますけど、同距離の計算方法とか分類方法をどうやるかによってその分類の木の形というのが劇的に変わってくるので、じゃあどれが一番良さそうかというのを総当たりで、去年うちの BO の学生さんにやってもらって総当たりでやってもらった結果、まあ、あのスピアマンプラス分平均法とかですね、ケンドールプラス分平均法の組み合わせが、まあ割と良かったですよということで、どのくらい良かったかというのがすいません、今お配りしているあの A さんのどでかい資料なんですけども、ある意味スライドの方はどうでもよくて、これを見ながら説明しようかと思ってたんですが、例えばそうですね、一番左側の列の、中段あたりですと、過去へ囲ったところに、アンチボディ、アンチジェン、エピトープ、コンプレックス、フラグメントの後に、ジーン、プロテイン、エンザイム、ペプタイド、モルキュールというのがボロボロ出ているのが分かるものです。ということで、ここはなんとなく、あの完全じゃないんですけど、なんとなくバイオモルキュールタイプの単語が集まってきてますねというのが大分かりですかね。左から2列目いきますと、上の方から見ていくと、プロダクト、エージェント、ドラッグ、ポリマー、ライガンド、ウンヌン、まあ、ここもあの、物質関係かなという気がしますけど、まあ、ここでは材料ということでマテリアル関係かなというふうに考えています。で、左から3列目いきます と、上の方にちっちゃい囲みがあって、アシッド、ベース、ウォーター、リピッド、ビタミン、アイアン、ファット、アルコール、ガスというふうにきていると思います。まあそうですね、基本的なあの分子の、カテゴリー分けだと思います。その下の方に行くとグループ、ペーシェント、ケース、云々の下にインファント、アダルト、メール、フィーメール、
あるいはウーマン、マンチャイルドというのが来て、まあ、ここはあの人間関係かなと。もうちょっと下の方に行くと、プラント、アニマル、マウス、ラットっていうのが来るんで、どうもここはあの患者さんとか実験対象の生き物関係とが来てるなというのが分かると思います。もうちょっとだけお話しますと、まあ、若干面白いのが左から4列目の上の方ですかね。データもインフォメーション、エビデンスっていうのが来て、その後スタディ、インベスティゲーション、リサーチというのが来るんで、あの論文読んだり書いたりしてると分かると思いますけど、あ、何分までぐらいですか？いやいや、そんな時です。分かりました。私の分あるから、これだけ持ってそんなにたくさんはあるんですはい。というのがありますので、どうも論文関係の言葉がこう来てるんじゃないかなというのが分かると思います。つまりデータとかインフォメーションっていうのは、エビデンス、証拠になるわけですね。で、データとかインフォメーションとかエビデンスに最も関係しているのが、スタディ、インベスティゲーション、リサーチということで、あの研究っていうのはこういうデータとか証拠がないと、進まないんだなというのが分かると思います。まあ、全部言ってるとキリがないですが、そうですね、あと2つだけ、右から2列目の、上から2つ目のカッコを見ていただくとですね、エキスパンションシフトの後に、ロス、インクリース、ディクリース、リダクション、ディクライン、ライズ、エレベーション、エンハンスメント、フォールと、他にはアクティベーション、インヒビション、サプレッション、インダクション、アプリゲーション、ダウンレギュレーションというのが来てますけども、要するに上がったり下がったりというのがあのここにごっそり集まってるなというのがなんとなく、見て取れるかなと思います。かと思うとですね、定常的なのもあったかな、まあ、必ずしもそうじゃないか。そうですね、まあ、下の方に行くと若干あの、ブロックとか、よくわからないのが来てますけど、まあ、そんな感じの、ものと。あとですね、一番右の列の一番でかい格好っていうのは、これはですね、ちょっとでかく囲みすぎなんで、本当はこの下に、小分類を設けるべきなんですが、病気関係のやつが一番右の列に集まっているというのがざーっと見ていただくとなんとなくわかるんじゃないかと思います。途中でディシースとかももちろん出てきますけども、病気の名前というのも、出てきてます。というわけで、まあ、それなりにこの、アプローチで、意味的なものがうまく、取れますよというのが、見てお分かりかと思います。で、ここまでは 1,2 ヶ月前に、某人工知能学会の研究会で話したところで、この後細かいスコアリングの話とかもあるんですけど、テクニカルな話なんでちょっと省略したいかと思います。一応逆に形容詞の方の分類というのも今日は持ってきてはいないですけども、まあ、一応できてはいます。この左上のですとちっちゃくて見にくいかと思いますが、上から行くと形容詞が、ハイロー、マキ、ハイロー、リデュースト、マキシマム、マキシマル、エンハンスト、ディミニッシュと、まあ、さっきの、名詞のアップダウンの話とちょっと近い感じですね。でも面白いのは下の方に行くと、上の方は上がったり下がったりなんですけども、下の方に行くと、ミーン、アベレージ、ミニマム、メジアン、ミニマムとかいうのがあるんで、あとイーコールとかエクイバレントっていうのがあって、こう上の方は高い低いなんですけども、下の方っていうのは真ん中辺っていうのが、集まってたりします。で、まあ、この辺まではさっき言ったように別の研究会で話した内容なんですが、それだけだと面白くないので、それだけだと面白くないので、はい、ようやく予測がうんぬんという話になるわけなんですけども、意味推定を、一応簡単にちょっとやってみました。で、まあ、マルチクラスの識別問題なんで、まあ、内部ベースかなんかでやればすぐできるだろうと思ってたんですけど、なぜかうまくいかなくてですね、まあ、仕方がないので、簡単にスピアマンの順位相関係数だけを取ってよく似てるやつを持ってくると。要するにお渡しした資料の中のカッコで囲んだどこに、この中に含まれていない新しい単語がどこら辺に入りそうかというのを当てるものですね。だから、どういったらいいでしょう、その T
ティッシュ関係、この単語は組織関係の意味があるとか、この単語は、分子関係の意味があるとかっていうのが当てられればいいわけです。で、突貫工事でプロトタイプを作ってみましたが、正直言うと今まだ作ってます作ってますので、ですが、一応使えるように、今日の昼休みぐらいには使えるようになっていると思いますので、この URL に、アクセスしていただくといいかなと思います。で、一応やってみたいと思いますが、字がちっちゃくて申し訳ないですが、ウェブかどっかから英文の生物医学関係の文章を持ってきて、ここのフォームにドカッと入れてサブミットをしますと、本当はもうちょっときれいにしたかったんですが、すいません、ダダダダダッと表示が出まして、入れた1個目の単語のサクセスっていうのは、このシステムは知ってますよと。で、上位1000語の中に入ってるんですね、この中に入ってる。なので、そういうのが出てます。で、どれに一番似てたかっていうと、もちろん自分自身なので、サクセス、アザーズというところになってます。で、他、似てたのがどういうのがあるかというのが出てますんで、このサクセスっていう単語は、この、似てたトップ10の単語からいくとアザーズの分類に入るんだなと。で、一方のこのアシッドの方っていうのは、これも知ってる単語ってことになってますので、ベーシックカテゴリーオブモレキュールのなが結構出てますね。他にはマテリアルとかですね、そういうのが出てます。ということで、それ関係の言葉と、あとこの車体になってるやつは、イタリックになってるやつは、この線、お渡しした線号の中に入ってないやつなので、一応システムが予測した結果というふうに思ってください。で、こう色分けで出したかったんですけど、ちょっとまだできてないんですが、スペシフィックってこう名詞のつもりなんですけど、スペシフィックの、意味は、アザーズに属するのがこう結構多いですね。6つぐらいありますね。で、他は、ジェネティック、もうちょっといいのないかな。このアンチセンスなんかだと、マテリアルとかバイオモルキュール関係がやっぱり出てます。インターフェアリングはアザーズですかね。で、 RNA も一応線号に入ってないで予測結果というふうになりますけども、 RNA はもうほとんどバイオモルキュールとマテリアルで占められてますね。ということはRNA っていうのはなんか分子なんだというのがなんとなく予測できそうというふうに思っていただくといいかなと思います。他はなんか面白いのなかったかな。ちょっとこの例だとあんまり面白いのがまだ見当たらないですが、はい、そんな感じで、いろんなものを入れていただけるといいかなと思います。もう一回はい、ということで、私のお話は基本的にこれで、終わりということで、URL をメモっといて、後で、遊んでいただけるといいかなと思います。遊んでる最中にシステムがどんどん作り変わっていきますが、その辺は気にしないでいただけると